はい、皆さんこんにちは。東京キャンパーズベースジョーパパです。こんにちは。今日はサムネタイトルにある通り、キャンピングカーのキャブコンのメリットとデメリットについてお話をしていきたいと思います。今日の動画は、おそらくお話オンリーです。今キャンピングカーに興味がある人とか、あとは特にキャブコンにしようかバンコンにしようか、あとは軽キャンにしようか迷ってる人とか、あとはキャンピングカーに乗り始めたばかりの人だとか、そういった人たちに少しでも参考になればと思って動画を撮影しております。あとはもちろんベテランの方でも、ご興味ある方はぜひ見ていただけたらなと思います。で、まあなぜ突然この話をこのタイミングで始めたかっていうと、我が家ではキャンピングワークス社製のオルビスというキャブコに乗っております。私ジョーパパ、キャンピングカー歴なんですけども、もうおそらく6年ぐらい乗ってるかなと記憶しております。最初からオルビスに乗ってたわけじゃなくて、最初はバンテック社製のレオバンクスというキャブコに乗っておりました。だからオルビスで2代目ということになります。それなりに車中泊の経験も重ねてまいりました。で、本当に最初の方、うちの息子ジョーっていうんですけど、思い出してみるとまだ息子が4歳前後ぐらいの時だったかなと思いますので、まあ毎週のように車中泊の小旅行に出たり、あとはキャンプをしたり、まあ当時は本当にキャンピングカーフル活用でした。今もまあ当時ほどじゃないんですけども、お出かけをするたびにキャンピングカーのお世話になってます。ただ最近は、実は我が家で車中泊仕様のスズキエブリフィールドライフ社製のココワゴンという軽キャンを購入したんですけども、まあ、ちょっとそちらの方に手をかける時間が増えてきたりだとか、あとは現状この世の中のウイルス騒動なんかもありまして、なかなかオルビスの出番っていうのが最近はちょっと減ってきちゃってたんですよ。まあかれこれ前に車中泊したのいつだったっけなっていう感じです。まあそんなこんなでちょっと寂しい気持ちもありつつ、なんとなくこのままの状況が続いた時にオルビスは我が家に必要かどうかなんてこともちょっと考えちゃったりしたんですよ。まあそんな時に、じゃあちょっとオルビスのいいとこと悪いところを考えてみようって思って少し考えてみたんですね。それでちょっとこんな感じで、まあ箇条書き程度にいろいろまとめてみたんですけども、まあキャブコンのメリットデメリットということなんですけども、ちなみに先ほど申し上げた通り、キャンピングカー歴6年なんですけども、キャブコンを2台乗り継いだっていう経験からこれからお話ししていきます。いろいろとバンコンだとかトレーラーだとか、そういった種類のキャンピングカーを所有したことはありませんので、そういったタイプの車両との比較っていうことではありません。あくまで私が長年乗ってきた、まあ、感想を踏まえたメリットとデメリットなんで、そういう感じで聞いていただけたらと思います。まず良いところから挙げていきたいと思います。車内が広くて快適、キッチン水道が使える、トイレが使える、電気が使える、それらの理由から旅における運転者、あとは同乗者、ペットのストレスが軽減される。目立つので友達ができやすい。災害時のシェルター利用や、あとはそういった時に電源の利用を期待できる。それに対してデメリット、車体が大きい、修理かっこ故障が多い、あとは目立つこと。まあ一つ一つ簡単に解説していくと、まずは車内が広くて快適っていうところなんですけども、まあ、例えばちょっと長距離のドライブだとか旅行に出かけた時に、まあ、ちょっとパーキングエリアで一休みしようかっていう時も、まあ、ダイネットの広い空間、あとはさらにベッドなんかもありますんで、まあ、そういった広いスペースで休める、まあさらに言うとプライベートな空間で休めるっていうのはとても大きなメリットだと思います。で、あとはダイネットやベッドスペースが、まあ、独立というか別々の場所にありますので、まあ、食事などくつろぐときはとてもリラックスできるし、就寝するときは平らなベッドで熟睡できるっていうところですね。あとは換気扇やエアコンなんかもついてるとさらに快適ですよね。まあ、なんといってもキャブコンの良さというと、その居住性の高さにあると思います。なんというか、運転が終わって運転席から後ろのシェル部分に入った時に、そのリラックスできる感じがやっぱり普通車にはないなって思うんですよ。まあ家のソファーとか行ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけども、それに近いぐらいの快適な空間がありますので、なんていうか、ちゃんと休憩、ちゃんと食事、ちゃんと就寝ができるといったところでしょうか。で、その次、キッチン水道が使えるというところ、まあ、これは旅先なんかでもなるべく自炊というか自分で作って食べるようにすれば、まあ、ある程度の節約旅の役には立つんじゃないかなというところからです。で、あとはまあ最近ウイルスの拡散なんかが世の中を騒がせてますけども、外から戻ってきた時に手を洗えるとかっていうのはとっても大きなメリットじゃないかなと思っております。あと朝起きた時に顔洗えたり、
歯磨けたり、それが車の中でできるっていうのはすごくやっぱり便利ですよね。でその次がトイレが使える。これはトイレに関しては、まあ、例えばキャンピングカーに乗ったことがない人、あとは所有したことがない人から見ると、車にトイレ、って感じがするかもしれないんですけども、これは本当にあってよかった設備だなと今私すごく実感してます。まあ、なんだかんだ旅先で高速道路で渋滞が起きちゃっただとか、あと真夜中にトイレに行きたくなったけど外雨が降ってるとか、まあ、私だったらいいんですけど、例えば子供とか奥さんとか、まあ、そういう時に夜中に表に出てトイレに行くってやっぱりちょっと心配だったりするんですよね。だからこそこの最終手段でトイレを使えるっていう選択肢があるっていうのはすごく安心するんですよ。まあ、これからキャンピングカー購入を考えている方でトイレをつけようかどうか悩んでらっしゃる方もしいらっしゃったら、まあ、この意見もぜひ参考になさってください。で次が、電気が使える、照明やテレビ、まあ、その車の能力にもよるとは思うんですけども、照明やテレビ、あとはその他家電が使えたりだとか、あとはこういうスマホの充電なんかができると旅先でとても便利です。あとはオルビスにもついてるんですけども、冷蔵庫があるっていうのは本当に旅先で例えば生の食べ物を買ったりだとかした時にすごく便利です。暑い時期なんか特に重宝してます。あと中には電子レンジが使えたりなんていう、そういうキャンピングカーもありますよね。でまあそういった理由から運転者と同乗者、ペットを飼われてる方はペットなんかのストレスが大幅に軽減されるんじゃないかなと思ってます。まあ、特に子供、女性、あとお年寄りなんか連れて行かれる場合は特にそうですよね。で、まあ、ストレスが軽減されて、あとは就寝できる、食事ができるってなると、長距離の旅やあとは連泊の旅なんかにもチャレンジできるようになるんですよ。まあ、そのスペースの問題だけじゃなくてホテル代の削減にもなりますからね、すごくいいです。でこの後の2つは、まあ、本来の目的ではないとは思うんですけども、大事なことなんでお伝えしておきたいと思います。まずは目立つので友達ができやすいというところ。キャンピングカーって目立ちますからね。で僕なんかも自分でキャブコンに乗ってるんで、どっか旅先でキャブコン見かけるとちょっと話しかけたくなりますからね。で実際向こうから声かけていただいたなんてこともこれまでに何度かあります。あとは道路なんかでこうやってスライドするときに、向こうもキャブコン、こっちもキャブコンだとおーって手振ったりするんですよ。なんか旅の途中でそんなことあると嬉しくなっちゃいますよね。そして最後にどうしても挙げておきたいことが、災害時などに防災シェルターとしての利用ができるということ。あとはそういった時に、まあ、具体的に言うと、例えば電源の使用などが期待できるというところ。まあ、これははっきり言ってキャブコンに限ったことではないんですけども、まあ、私が所有してるのがキャブコンですので、キャブコンであれば、まあ、ある程度広いスペース、ベッドスペースとか居住スペース、あとは電源の設備なんかもある程度最低限揃ってますので、そういった意味で非常事態の時、災害時なんかに防災シェルターとして利用が期待できるというところですね。まあ、ここ近年自然災害なんかも、まあ、本当に一昔前では考えづらいぐらいの大規模な災害頻繁に起こってますよね。まあ、もちろん日頃の備え、細かい食料や防災用品の備え、そういったものももちろん必要なんですけども、まあ、一つ大きなシェルターを防災の備えとして位置づけすることができるんじゃないかなと思っております。で本当ここ最近では例のウイルス騒動でなんかいろんなネットの記事なんかを読んでると、まあ、とある会社がキャンピングカーを医療機関に提供したなんていう話もありますので、まあ、そういった災害時に本当に役に立つそういうアイテムだと思うと、まあ、キャンピングカー決して安くはないですけども、まあ、そういう価値もあるんじゃないかなと、まあ、私自身は思っております。まあ、以上が私が思いついたメリットの部分です。では続いてデメリットの部分を話していきたいと思います。まずは車体が大きいということ。まあ、車体が大きいということは居室部分も大きいということなんで、裏を返せばメリットということなんですけども、まあ、単純に車体がでかいことで、例えば接触事故だとかそういう危険性が多少普通車に比べると大きいんじゃないかなと思ってます。あとは国産のキャブコンにありがちなんですけども、まあ、その重量が原因の一つになってタイヤのバーストが起きやすいというか、まあ、その危険性が
より高くなるんじゃないかなと思います。で、実際ニュースなんか見てると、高速道路でキャンピングカーがバーストして横転したなんていうニュースを最近はよく聞きます。まあ、バーストも、まあ、ただ単に重量だけが原因になるわけではないみたいなんですけども、車体が大きい分タイヤにかかる負荷も大きくなるということなので、運転される時は十分な注意が必要だと思います。これから所有される方、運転される方は日頃の点検と十分な注意が必要だと思います。やっぱ車体が大きいので、慣れてない方なんかは特に運転することでのストレスがやっぱり多少大きいんじゃないかなと思います。まあ、先ほど言いました、あの事故の危険性っていうのは常に頭に置いておかなければいけないし、まあ、車体が大きい分結構グラ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 揺れたりするんですよ。で、風の強い時期なんかはすごく風の影響を受けやすかったりだとか、あとは変な話、車体が大きいことでコンビニの駐車場とかが少し狭かったら、あ、どうしようかなって迷っちゃったり、そういうストレスがあったりもすることは確かです。まあ、ただ地方のコンビニなんかは割と広めの駐車場が多いので、私自身あんまり不便な思いはしたことはないんですけども、まあ、都心部の駐車場とか行くと、まあ、多少あるかなっていう感じですね。まあ、そういうわけで、まあ、車体が大きいことに対する事故の危険性が多いということと、まあ、多少運転にストレスを感じることがあるということです。で、あと一つ忘れてた。洗車が大変なんですよ。すごく大変。まあ、本当にキャンピングカーが好きっていう人だったら、それすらも楽しんでやるんでしょうけど、まあ、これだけは言えると思います。洗車が大変。まあ、車体が大きいことに関するデメリットはそんなところでしょうか。で、次は、まあ、修理、故障が多いということですね。まあ、これ完全にうちのキャンピングカーの話になるんですけども、両方とも中古で買ってますので、ちょっと走行距離がいっちゃってたりだとか、年式が古かったり、そういう理由が大きいのかもしれません。まあ、ただほぼうちなんかも旅行専用、ドライブ専用っていう感じで使ってますんで、走行距離もかなり走ります。そして先ほど述べたように車両の大きさ、重量もありますんで、走ることで車体への負担っていうのは少なからずあるということなのか、やっぱり国産の普通車に比べると若干故障が多くて、それに伴って修理も必然的に増えるのかなっていう感じがしてます。まあ、これは間違いなくデメリットですね。まあ、ただ修理を怠ることで事故につながってしまっては元も子もありませんので、そこら辺はしっかりやらなければいけないなとも思ってます。で、最後はこれメリットのところでも思い切り言ってたんですけど、目立つというところ、まあ、キャンピングカー良くも悪くも目立ちます。キャブコンなんかは特に目立つと思います。いかにもキャンピングカーって感じですからね。まあ、メリットの話もしたんですけども、デメリットの方っていうのは、まあ、悪い意味で目立ってしまうというか、まあ、これを見てる皆さんはもちろんマナーなんか守られて車中泊キャンプやられると思うんですけども、まあ、近年だと道の駅での車中泊マナーが問題になってるのも確かです。まあ、私が言いたいのは、マナー違反はダメだと思います。これははっきり言っておきたいと思います。私も、いろんなところでいろんなマナーしっかり守っていきたいと思ってます。で、これを見ている皆さんもぜひマナーを守ってキャンピングカーライフ楽しんでもらいたいなと思ってるんですけども、まあ、ただやっぱり道の駅でのマナー、キャンプ場でのマナーっていう話になると、まあ、そこにいるキャンピングカー、特にキャブコンってちょっと目立っちゃうんですよね。なんで、そういうマナー批判の標的になってしまったなんていう話も、まあ、若干聞いたりします。まあ、すごく難しい問題だとは思いますけどもね。まあ、私個人的には何度も言いますけど、マナー違反はいけないと思います。ただキャンピングカーを恨まないでほしいとも思います。使い方によってはすごくいい道具だと思いますのでね、遊びだけじゃなくてその他災害時なんかにもすごく役に立つ車両だと思うので、ぜひ悪者にしないでほしいなって思うんですけども、まあ、悲しいことに、まあ、しばしばそういう時に、まあ、外観の目立つキャンピングカー、キャブコンっていうのは、まあ、言われもない批判にあってしまうっていうことも世の中ではあるようです。まあ、これに関しては車中泊禁止の場所、その他その施設によって禁止事項って多分あると思いますんで、そのよく確認して楽しまれることをお勧めします。で、それぞれがどんな場所でも人に迷惑をかけないようにっていう気持ちを持ってキャンピングカーライフを楽しんでいければいいなっていうふうに私は思っておりますけどね。まあ、この動画撮るにあたってちょっといろいろちょっと詳しくは見えないと思うんですけども、こんな感じで箇条書き的にメリットとデメリットまとめてみたんですよ。こうやって文章にしてみるとやっぱりキャンピングカーってすごいなって思いましたね、今更ながら。で、特に他のタイプのキャンピングカー、バンコンだとかトレーラーだとか他のタイプのキャンピングカーって所有したことがないんですけども、キャブコン所有者だからかもしれないんですけども、やっぱキャブコンってすごいなって
ってちょっと思っちゃいましたね。やっぱキャブコンの魅力をすごくがっちり再確認できた、そんな気持ちです。はい、というわけで今回はおしゃべりオンリーの動画になりましたが、キャンピングカーキャブコンのいいところと悪いところについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画良かったなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。キャブコンのベテランの方、もし見てる方いらっしゃいましたら、メリットデメリット他にありましたらぜひコメント欄で教えてください。でこちらのチャンネルではキャンピングカー、アウトドア、それにまつわる活動や料理、 DIY などの楽しい動画を配信していきたいと思っております。よかったらチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけたらと思います。それでは別の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。あ、そういうわけで次の動画は我が家のキャンピングカーオルビス紹介動画をアップする予定です。どうぞお楽しみに。バイバイ。